残り600を通過。 13番の風のランナーが先頭です2番手の位置、クロドラバールそして外はムルソーそしてピュアキアンそしてその外からは5番のラムジェットがポジションを上げていきました左右にコースを取っているスナーク・ラファエロさあ第4コーナーカーブから直線コースへ向かったところで今度は間わずかに12番ムルソーが先頭に立つかこじ開けるように内々4番のミッキー・ファイトが前に接近してくる外からは5番のラムジェットラムジェットそして連れて上がってきたのが里のエピック里のエピックさあその後の集団から4番の ミッキー・ファイト、猛然と足を伸ばして単独の3番手、上がってきたが先頭は5番のラムジェット、ラムジェット、ラムジェット先頭で5位、2着はサートノエピック3番手、内7番ソニックスター、外は8番、6番のピコアーガイルです、4コーナーカーブ、5番手が1番のラタフォレストで直線コースに向かってきました。 わずかに先頭4番ルリック並んで8番のシン前に出るか残り400これから坂を迎えます身差の3番手7番のソニックスターが前にとにじわじわと迫っていく外は2番のソレルビレットが一気に伸び並んで1番のラタフォレストです坂をまもなく上り切る200を切って7番のソニックスターここで先頭に入れ替わったリードを二馬身取った2番手は1番ラタフォレスト追って2番のソレルビレットが前に並びかけるが先頭7番のソニックスター並ぶソレルビレットソニックスターソニックスターを押し切ったかゴーン 三四コーナー中間へ六百を通過ペースが上がります。七番ダイムセブン先頭九番大聖オリヤ二番手それに十二番モートタンジュロー先端三頭それを追って十三番のジーサイクロンが四番手さらにその外には五番のイルミネーター第四コーナーをカーブ直線へ。 さあ直線コースを向いて先頭7番、大名セブン9番の大勢ウォリアー、モズ炭治郎それをかわして13番、G サイクロン内から1番のジャスパーバローズ突っ込んでくるあと200を通過粘る7番の大名セブン、2馬身のリード外から13番、G サイクロンが並んで捉えるそしてそれを追って1番、ジャスパーバローズ3番手から2番手に接近 G サイクロンゴールイン。 11番、持つ右肩上がりそれから1馬身外に出して押し上げていく1番のデトネーション。 第4コーナーのカーブに入っています4番ブルーさんリードはか1馬身ぐらい6番カシマエスパーダ2番手3番手に9番ミッキークレスト400を通過ことほどさように4番手そこからムーチを入れて1番デトネーション4コーナーをカーブ直線へさあ先頭は4番のブルーさんが粘っているがそこから6番のカシマエスパーダが並んでさあ捉えて200を通過その後は少し離れて9番のミッキークレスト3番手その内からは7番ことほどさようにそこは1番デトネーション抜けたのは6番カシマエスパーダこれはもうセーフティーリード。 ブルー二番で9番ミッキークレスト鹿島エスパーがゴールイン。 600をバグンのインコースに12 11番のサンライズ・ソレイユの追走、最内からは1番、オーケンシルバーで4コーナーをカーブ、直線へさあ先頭は8番のアムールド・パリ、その内から11番のサンライズ・ソレイユが並んでいきます、400を通過、そして12番のロード・ブレイズ、バグンの外から6番、ワンパッドさらには9番、耐性ミッションが差を詰める、1番、外は7番、里のレイズ、さあ前2頭が抜けている、11番のサンライズ・ソレイユと8番のアムールド・パリ、あと1 5 0ー。 を大き話す三番手は十二番のロードブレイズさあ内からもう一人11番サンライズ・フレイユが先頭アムルド・パリン2番手でゴールイン三番手が十二番ロードブレイズ参考なナーカーブに向かっていって前は五番ロジア・デレード。 3コーナーから4コーナーリードは体半分2番手は9番、運雲海蒼さあ400を切って4コーナーカーブ並んでいった10番、ハンデンカイザーそして13番、プレミアペガサスその後ろに6番、メイエフアパラさあ4コーナーから直線に向いて前は粘る5番、ロジア・デレード1馬身リードをキープしている2番手は10番、ハンデンカイザーに13番のプレミアペガサスが3番手から2番手前に迫っていった。 4番手は9番運外装填、がい争点前はまた伸びた5番、ロジア・デレード2馬身リードを取った5番、ロジア・デレードゴーリッ、5塁2着はどうか。 3 4コーナーナ中間ででですすほぼ一段で進んでいます10番帝王パスワード先頭ですが差がなくなってきました徐々に5番の武神が迫っていってこの外に8番センチュリボンド大外に出していった11番ラ・オラシオン4頭が横に広がる形4コーナーカーブから直線へと向かってきます逃げる10番の帝王パスワードリード1馬身から2馬身振り切りにかかりますが外から11番のラ・オラシオンが追ってくる200を切りました間から5番の武神その後ろから外2番のアンバードール4番アラレタバシルが追い込んでいますが戦闘を粘る 中盤テオパスワード2馬身3馬身のリード2番手から4番アラルタバシルが上がって追っている中盤、帝王パスワード帝王パスワードゴールイン